すごい、すごい雪です。今日会社に車で行ったんですけど、あまりにすごい雪で、車で帰れなくなりまして、急遽電車で帰ってきました。でね、夕飯に、なんか鶏のももの丸焼きと、あとナマス、あともつ煮を買ってきたので、これで夕飯にしたいと思います。よし、本当に美味しそう。いただきます。よいよいよ、久々。うん、美味しいじゃないか。なんか寒い中帰ってきたんで、めっちゃ美味しく感じますね。うん、これは美味しい。なます、美味しい。蒸し焼きチキンみたいな感じですね。うん、確かになんかさっぱりしますね。明日どんぐらい積もってるのかなって考えてるんですけど、明日どうやって会社に行こう。ヤマト運輸の不在表が入ってたんですけど、明日来れないよね。とりあえずね、もう雪降っちゃって何もできないんで、ラム2分の1でも読もうと思います。以上、雪の日のもつ煮とかでした。